ャブチャブチャブチャブが食べたい気分なので、ちょっといい肉が食べたいということで、パルコの中にあるですね、シャブシャブ食べ放題のお店に行きたいと思います。6階だったっけな、ちょっと行きたいと思います。パルコめちゃくちゃでかくて、パルコがあるだけで本当都会って感じですね。よく裏垢を見合うどっちが都会かみたいな話ありますけど、やっぱパルコがあるっていうのはやっぱ渋谷とかそういうところに都会にありますからね。裏の方がかなり都会っぽいですよね。ちょっとエスカレーターは向こうかな。はい、5階だったね。5階だ。5階がレストラン街みたいになってるんですけど、その中のこちらですね、今日サブサブ牛タン。田島屋と埼玉新都心の田島屋の動画もぜひ見てほしいんですけど、それと多分同じグループですね、はい、系列店。ちょっと同じ経営者なのかは経営会社なのかは分かりませんけど、なんかそれっぽいですね。ということでコースが今もう、平日夕方5時頃なんですが、もうディナーになってるかな。で、多分、4時からディナーかな、ちょっと分かんないけど、まあ、普通それぐらいだよね。で、夜のディナーは、ヘルシーが豚と鶏が2200円から、全部食べ放題かなこれ、だから2200円から食べられるということで、一番高いコースが黒毛和牛特選コース4500円だそうです。ドリンクバーとか全部ついてベジタブル、野菜とかライス、うどん、味噌汁ですね、カレーとか、アイス、アイスもそう、田島といえばアイスだ、アイスとあとソフトドリンクもついてる。行ってみたいと思います。これかな。90分制ですね。土日祝日は110円プラスだそうです。出汁が選べるということで5種類。焼きか辛口、甘辛チゲだしか水塩だしか、ポイタン塩コーヒーだしか、季節限定だし、1種類かな、昆布だしとプラス1種類ですね、選べるということです。じゃあ好き、季節限定にしようか、ちょっと聞いてみよう。まず野菜のコーナー、トングが1回限りの塩、大量生的もやし、水菜、大根、人参、豆もやし、小松菜、マロニ、エノキ、スミジ、白菜、キャベツ、うどん、豆腐、チリネギ、チャミレタス、長ネギ、豆苗、ジャガイモ、玉こんにゃく、むすびこんにゃく、ニラ、油揚げ、薬味、ねぎだけ、しみじろし。埼玉新都心よりはちょっと少ないかな。ドリンクバーはコーヒーがこれ、ドリンク普通にオレンジエスカルピスロッチ氷、あとデトックスのドリンク、そしてクリーチャースクリームでアイスクリームか、あと抹茶ラムネ、ブルーベリーチーズケーキ、スロベリーバニラチョコレート、コンフレークとフルーツグラノーラ、チョコソースとイチゴソースの、タレコーナーですね。本当ごまだれは席にあったので、あと、他のタレですね、梅醤油だれだったり、辛味噌だったり、塩だれ、ポニポン、あとはおろし生姜だったり、ニンニクかな、あと辛マヨ、香味油、オイル、ごま油、めんつゆ、醤油、ラー油かな、すごい、結構ソースはタレは多めですね。あと胡椒系と唐辛子とかですかね。あとカレーですね、ご飯はカレーだよね、やっぱ田島屋、田島屋で牛タン、ふりかけですね、これ田島人都市にもあった、卵と酒、あとは味噌汁、貝汁ということで、セルフ。わかめもあるね、わかめあった。黒毛和牛コースもしましたけどね、はい、あと
大仙台かな多分。大体ね、一番いいお肉と大仙台が必ず持ってくるっていう最初に決められるルールだと思われます。あと出汁なんですけど、昆布出汁とあと季節限定出汁が、ごま豆乳出汁か白出汁になったので、ごま豆乳出汁にしました。ちなみに好き出汁について卵が2つまでのルールついてくるそうです。で、それこんな感じで持ってきたとカルピスでした。天竺のタレは席にあります。じゃあこの黒毛和牛いきます。超いい肉だこれ。そう、その前にポン酢用意し、はい、タレはね、あのポン酢に、ネギと飲み汁を入れることのスタイル。あとはごまだれの方はやはりごまとニンニクです。ニンニクが合うんですよね、ごまだれって。なんかそれを入れるスタイルというわけで、早速いただきます。まあこれぐらいでいいのかな。よし、おーやべ。じゃあポン酢でいただこうかな。最初薄いかな。それだけだと結構薄い。タレつけてもいいかもしれない。忙しますね。しわすぎてたけど席はこんな感じで、机がずらーっとこっちもあるのかな。こっちは窓側もある。予約席になってる。景色も良さそうだ。今眩しいから閉めてるけど、ね、一応肉、特選で黒毛和牛特選パス。肉が和牛もも、牛肩バラ、豚ロース、夢のライチ、豚各種はロースバラってことですかね。あと埋まったん大仙鶏ということで、まあ、やはりこの和牛ももが一番高いってやっぱりおすすめなので、それをやっぱりおかわりしたっていうのと、これ和牛ももかな。あと国産、あとお皿の大きさはね、このおでかいのと小さいの選べるということで、和牛ももとあと牛肩バラ、国産牛肩バラ、またもうちょっと頼んできました。小さいお皿にね、さっきの代わりね、特選黒毛和牛の牛もも、あとは国産牛買ったから、またそうです。なんかこっちパンうまそうだな。こっちそんなことないか。なんか霜降りで美味しそう。ちょっとまず国産牛買ったからいきます。これあと野菜も入れました。部位が違いますからね。ももと肩バラですから。うまい。同じぐらいうまい。柔らかさはこっちかって感じ。でも部位が違うから、味がやっぱ微妙に違う。ペロリと食べ終えた後ですね、国産牛ね。その後、うまタンいきたいと思います。これと豚のタンですね。豚肉はしっかり中心部まで、色が変わるまで入れた方がいいかな。よし、ちょい硬かな。
はい、じゃあうどん、締めのうどん行きたいと思います。すごい湯気がすごい。これうどんつゆを7倍に薄めてくださいということで、ね、この昆布だし、いや、これただの昆布だしじゃないんですね。この黒毛和牛のだしがしっかり染み込んだ濃厚なだしなんですね。これよし、超うまい。じゃあうどんいただきます。これはさすがにうまい。絶対もう立ち入りそばでは絶対味わえないうまさですね。丸亀製麺よりも絶対うまい。もうスープで、はい、で本当の締め、ミニカレーと味噌汁ですね。ミニカレーにもふりかけですね、卵と鮭。この味噌汁意外とうまいですよね。このだから、まあみんなねしゃぶしゃぶに味噌汁飲まないと思うんですけど、意外とうまいんで、まあぜひおすすめします。アイス、アイス、ここ6種類しかないね。埼玉新都市には12種類でしたけどね。ストラスブルーだったっけ。ストラスブルーになったの持ってきた。あと15分しかないんでちょっと急いで食べます。うん、本当に美味しそうだよな。はい、王道のバニラアイスにチョコソースをかけたのと、あと僕のおすすめはね、あのスローズンスムージーラテクラッシュ。これ意外とかき氷みたいで美味しいです。ごちそうさまでした。まあなかなか美味しかったですね、肉は。まあ4500円は安いんじゃないけど、黒毛和牛にしては4500円は普通に安いと思います。というわけで、まあ埼玉新都心の方が野菜とか、なんだっけ、アイスクリームとか種類が多いので、まあ行くんだったら埼玉新都心の方がいいかなと思います。でも埼玉新都心で見た店員さんがここにいたので、もしかしたら多分同じ経営なんだと思われます。はい、ということで、しゃぶしゃぶ牛タン、フラパルコ店の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。あとは概要欄もチェック。あとは高評価お願いします。これ。あとはコメントもお気軽に。というわけで、さよなら。